プハってした後のこの手ってどこに行くんだろうみたいな、それはあの一川美香子さんとモト君しました <laughs>。センターの方よろしいですかね。では左の方ステージから見て左の方をご覧ください。 あの見ていただくと綾瀬さんのこれまでやられてきたまたイメージとは違うキャラクターかなと思うんですが役作りはどんなふうに考えられて演じたんですかどんなふうにつかかみましたか綾瀬さん、<あ>はいそうです典 <laughs> 子という役について。<laughs> どんんんななううにそかね 役作ったったていうですね監督がね、うん、割ともうそこにいるその存在を取りたいっていうか、はい、そういう感じでただタバコを私はすごい通信があってそれはあの市川美香子さんとししました <laughs> <laughs> 教えていただいたことがあったんですかそのタバコの通信というか,か歩きタバコっていう時にこの手がどこにあるんだろうっていうのも分かんなくて <laughs> こ,うこうしてると不自然 その手の位置とかぷはってした後のこの手ってどこに行くんだろうみたいなのをそれが監督から何か演出されたことはでも今自然にいてほしいっていことだったと思うんですけれども、はいはい、その1人でいる自然にいる感じっていうのはどんなふうにすかでもなんか初日にわりといろいろお話しさせていただいて。 であのまあ、僕はちょっとこう割とこう抽象的なこととか、まあ、大まかに言うとあの表現はそ,れそこまでしなくてもいいですみたいなことはお伝えしましたけどあ,のあとは宇宙の話とかあのりこの中にど,どういう宇宙があるかとかっていう話をしてたんですけどあの2日目の、ね、朝あの撮影現場であの綾瀬さんが来た時にツカツカってあの近づいてこられてあのなんか一人で家にいる感覚があの ずっと続いてる人なのあそれをこうその言葉を、あのー、導き出して、あのー、言ってくれたっていうのがものすごい、うん、あの嬉しかったと言いますか、えーえー、自分からねこうからでも僕それあ,のあんまりその言葉思い浮かんでなかったから、あのー、綾瀬さんからもらえたっていうのがすごい嬉しかったですねあの時は。ははい <laughs> <laughs> 家に1人でいる感覚っていうのがそう監督はこう感覚的な言葉なんでんですかね細かいこうはっていう指示じゃなくもっとこの宇宙の余白を感じてくださいとかそういう感じなんで自分で考えてあでも家にいる時ってそうだよなとかいろいろ思ってはい。 正解しててよかったです。はい、もうええ <laughs> もう。あの最高でした。その時は。はい、ありがとうございます。